K-17 は、オランダ海軍が運用した、通常動力型潜水艦である、K-14 級潜水艦の四番艦。K-17 は1930年6月25日に、発注され、1931年6月1日に、ロッテルダムのフィエンノールト造船所で寄港し、1932年7月26日に、浸水、1933年12月19日に、 収益した。1934年6月20日から8月1日まで、K-17 は、解剖戦艦、ヘルトーグ・ヘンドリックと駆逐艦、エバーチェン、水雷艇、Z5、潜水艦、ケ5ズ・バイブと共に、ニーウェディープ港を出発し、バルト海へ、演習航海を行った。艦隊は、グディニアとケイニヒスベルク、リガ、コッペンハーゲンに寄港した。 1935年1月、K-17 と K-ZB は、ニーウェディープを出港し、オランダ領東、インドへ開港された。2隻は、リスボン、ナポリ、アレクサンドリア、アデン、コロンボを経由して、1935年月26日に、パダンに到着した。1938年9月6日、K-17 は、姉妹艦と共に、 スラバヤで開催されたミルヘルミナ女王即位40周年記念館館式に参加した。1940年5月10日、ドイツがオランダに侵攻し5月17日にオランダ政府が亡命する。インド洋にもドイツ艦隊出現の情報がもたらされ、9月15日、K-17 はジャカルタ郊外の単純プリオクを出港し、ダーバンに向かう商船、レマタンを護衛した。 9月下旬、K-17 は、ダーバンに向かう商船、サランドを、スンダ海峡から、インド洋まで護衛した。1941年3月、ドイツのポケット戦艦、アドミラルシェアが、インド洋に進出して、通商破壊を展開したことから、潜水艦、K、K-9、K-X と、K、K-17 が、スンダ海峡に展開した。6月には、東南アジア海域に、 日本軍の輸送艦隊出現の方を受け、K-17 と k z v が乱量東インド北西海域の紹介を行った。その後、7月下旬に定期修理のため、O-16 と共に単純プリオクに戻った。2隻は11月15日に単純プリオクを出港し、11月24日に帰港した。11月28日、K-17 と O-16 は、 ボルネオ島西部のサンバス沖に派遣され、12月6日からイギリス海軍中国艦隊の指揮下で紹介を始める予定だった。11月29日、2隻は12ノットで航行していたが最高速度で急行するよう命令が下った。12月1日、2隻は中国艦隊の指揮下に入ったがシンガポールに向かうよう命じられた。 シンガポールに到着した2隻には、南シナ海の北緯07度30分統計103度00、分、北緯7.500度統計103.000度、7.500103.000から北緯08度統計103度、北緯8度統計103度、803の海域の紹介が命じられ、12月6日に出港した。12月8日、 真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発し、オランダも日本に宣戦線布告。日本軍はマレー作戦を発動しており、同日にはマレー半島東岸沖で日本の潜水艦 B56、e、が潜水艦を発見し、追跡中に見失ったが、この潜水艦は K-17 だったと考えられている。12月8日、K-17 はタイランド湾で紹介を行った。 同日、中国艦隊等が統合されて新編された東洋艦隊は、翌12月9日、O16 と k c K12、K13、K17 に、統計180度一体の紹介を命じた。12月14日、K17 は、イギリス領マラヤのパハン沖を紹介し、13時に K12 と会合したのが、K17 が確認された最後だった。 12月21日、K-17 は、タイランド湾から出ようとした際に、日本軍の嫌いに触れ沈没。乗員36人全員が死亡した。沈没後に刊行された、ニューズウィーク1942年1月12日後の、表紙を、K-17 の司令塔と関西砲の写真が飾った。1978年、ティオマン島沖の北緯03度10分と計104度10分。 北緯3.167度統計104.167度3.167104.167で潜水艦の残骸が見つかり1982年に K-17 と断定された1998年ユニリーバがスポンサーとなりシンガポールの日韓紙ザ・ストレイツ・タイムズの潜水クルーが O-16 と K-17 の撮影に成功したしかし この撮影はユニリーバが宣伝映像にするためだったことが明らかになり、抗議活動が起こったため映像は公開されなかった。その後、2000年と2003年、2005年にィ17と O16 の写真が撮影された。ありがとうございます。